今日はこちらからぶちぎっていくぜ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は前回の RSK 天神マルシェの RSK の横を通ってこちらから朝市に向かっております。毎回毎回相生橋ルートだとちょっと動画自体が飽きられてしまうかなと思いまして、今回はこちらから朝市に向かおうと思ってます。噛まないように言えるかな、白下筋シンフォニービル電車通りルートって呼びますかね。ゴールとしては中銀本店がゴールになりますかね。見えてきました。そして中銀本店を左折して県庁通りへと向かいます。こちらも県庁通りもたまには変化があるかもしれませんしね。どんなでしょうか。久しぶりに通っては見たんですけど、変化ございますか。気がついた方教えてくださいね。っていうか県庁自体が綺麗になってるようなじゃなかったかな。前どうだったっけ。無事到着はしたんですけど満車ですね。県庁到着。今日も並びが半端ない牛すじカレー。さすがに2時間待ちでパンを買った翌日には無理でした。というか未だに並んだことはないんですけどね。そして今回も自撮りをしながら、さすがにこの横を歩くのは難しいので影で自分が行ってるところを表現してみました。やはり6月の朝市になりますとお客さんの数がかなり多いですね。こんな感じ。ちなみに牛すじカレーの話に戻るんですけど、実際には並んでる方に一遍何時間ぐらい並んだか聞いてみたいぐらいなんですよね。おそらく1時間ぐらいは並んでるんじゃないのかな。牛すじカレー並んで食べたことある方、よかったらこの動画を見ていたらまた並び時間教えてくださいね。いつか食べてみたいな。正直人がこの時間でもこんなに多くて、やっぱり京橋朝市は夏が強いですね。
朝早くてちょうど涼しい時間帯で、皆さん朝一に来るんですよね、モーニングって感じで。これからの季節は白桃ジュースとかドリンク系も結構売れるんだろうな。この日はワンちゃん連れてる方も結構多かったな。やっぱ天気良くなってきたからかな。そして2回連続なので皆さんご一緒に、パン好きなんです、パン好きアピールをしながら今日も行ってみますかね。恵比寿パンさん、おいしい。200円。袋いります。いいです、いいです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。頑張ってください。ありがとうございます。あ、これはいいな。そんなことないよ。この時間ならどうかと牛すじカレー戻ってみましたけど、相変わらず行列できてました。ということで今日はこれで帰ります。ゲットっていう感じで終わるつもりだったんですが、せっかくだし県庁周りウォーキング、県庁周りはちょっと歩いてなかったので久しぶりにちょっと歩いてみます。確かこの近くにキッチン堀口さんがあったと。ああ、ここなんだ、いい雰囲気。いつかここも来たいな。王様ラーメン、これも知らなかったな。急に現実に戻る演出やってみました。リアルな日曜日の朝の静けさを感じてみてください。
エビスパン食べながら帰りますかね。柔らかいんです。最後までご視聴ありがとうございました。パンが大好きな方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではなくて、朝一好きな方はよろしくお願いします。それではまた。